プレスクアイルはアメリカ合衆国のメイン州にある都市で、アルーストック郡では人口最大の都市である。人口は9692人。地域の小取引の中心地でメイン大学、プレスクアイル校、ノーザンメインコミュニティカレッジ、ノーザンメイン共振会場、アルーストックセンターモール、ノーザンメイン地域空港がある。最初の開拓が行われた1828年には、 この辺りは、英霊をたアメリカとアメリカ合衆国のどちらに属すのかも定かでなかった。当初は創設者のデニス・フェアバンクスにちなみ、フェアバンクスとして知られていた。この帰属問題が1838年のアルーストック戦争に発展し、1842年のウェブスターアッシュ条約で合衆国領に決した。1859年4月4日をもって、会、G、 エイジの各開拓地から分立し、プレスクアイル町ができた。プレスクアイルはフランス語で、半島という意味だが、これは蛇行するアルーストック側で市街が、半島に位置しているように見えることから命名された。ジャガイモの収穫。1909年まずは、材木業で成長したが、19世紀最後の30年間に、ジャガイモ栽培が普及すると農業が頭角を表した。 1851年10月9日には第1回ノーザンメイン共振会が開かれた。1881年にニューブランズウィック鉄道が延伸し、1883年にはメイズビル町が分かれた。バンガーアルーストック鉄道が1895年に延伸されると地域の開発はさらに加速。製材所をはじめ製粉所、素面所、家具工房、乗り物工場、 ブリーキ工房などができた。コミュニティはアルーストック川流域における公易、水運、観光の中心地になり、1903年にはアルーストック州立市販学校が設立された。1940年1月1日に市政を施行した。1941年から1961年まで共用されたプレスクアイル空軍基地からは第二次世界大戦と、 朝鮮戦争でヨーロッパ方面に向かうパイロットたちが飛び立った。跡地は現在ノーザンメイン地域空港とスカイウェイ工業団地になっている。地は1966年にオールアメリカンシティ賞を受賞した。1978年8月11日、3名を乗せた気球 W イーグル2号が市内の田園から打ち上げられ、気球としては 初の大西洋横断飛行を成し遂げた。これを記念して、市では8月の終わりに、クラウン・オブ・メイン・バルーン・フェスティバルが開かれ、気球の市場、平原周遊、アマチュア写真コンテストなどで賑わう。経費は、商工会議所などの地元組織が出資する。ダブル・イーグル2号が離陸した地点には、現在、気球のレプリカが置かれている。国勢調査局によると、 市の総面積は201平方キロメートルで、このうち196平方キロメートルが、陸地総面積の2.32%にあたる4.7平方キロメートルが水域である。アルーストック川とプレスクアイル川が流れる。気候は湿潤大陸性気候で、夏は涼しいが冬は寒い。2000年の国勢調査によると、市内には9511人。 3963世帯の2464家族が暮らす。人口密度は48.5人平方キロ。住居数は4405件で1平方キロあたり22.5件が立っている。人種構成は白人が95.13%、アフリカ系が0、ヒスパニックは人口の0.65%を占める。 3963世帯の28.1%は18歳以下の未成年と同棲し、47.8%は夫婦で生活している。11.0%は未婚の女性が世帯主であり、37.8%は家族以外の住人と同居している。31.0%が単身の世帯で13.7%を独居老人の世帯が占める。 一世帯あたりの平均厚生人員は2.25人で、家庭あたりのそれは2.82人である。年代厚生は21.6%が18歳以下の未成年 13.、13.1%が18歳以上24歳以下、27.0%が25歳以上44歳以下、22.4%が45歳以上64歳以下、 15.9%が65歳以上で、平均年齢は37歳である。女性100人に対し男性が91.3人、18歳以上の女性100人に対しては88.2人いる。1世帯の平均収入は29,325ベイドルで、家族あたりのそれは37,090ベイドルである。男性の平均収入は27,510ベイドル。 女性のそれは19,785ベイドルで、非労働人口も含めた、住民1人当たりの収入は15,712ベイドルである。総人口の14.5%、家族の9.2%、18歳以下の未成年の16.1%、及び65歳以上の高齢者の15.2%が、貧困線以下の収入で生計を立てている。 軍最大の都市であるプレスクアイルは、この国境地帯の氷の中心地になっている。アルーストックセンターモールは1990年代に大規模商業施設に生まれ変わった。スーパーのウォールマーとも買い物客で賑わう。機関産業は依然として農業で、中でもジャガイモが主力である。地域が氷雪に閉ざされる冬には、スノーモービルが近隣の町村との行き来に使われる。 ノーザンメイン地域空港の近くに大規模な工業団地がある。失業率は週平均と比べ相対的に高い。ニールセンメディアリサーチの市場調査では最もマーケットの小さい地域の一つに数えられている。CBS、FOX 系列のワグム TV が8チャンネル、メイン公共放送ネットワーク、PBS 系列のワメム TV が10チャンネルである。市内には、 下デるブロードキャスティング系列の WBPM、ワジー、WQHR の各局や、トークラジオ局のウェグップなど、いくつか、ラジオ局が存在する。このほかチャンネル X ラジオの枠区州、メイン大学、プレスクアイル校の学生放送である、ワッピーが挙げられる。軍内で、日刊誌は発行されていない。週刊誌には毎週水曜日発売のスターヘラルド誌や、 カリブルのアルーストックリッパブリカン氏、マダワスカのセントジョンバレータイムズ氏、ホートフェアフィールドジャーナル氏、ホールトンのパイオニアタイムズ氏がある。1908年のアルーストック州立市販学校。ありがとうございます。